どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今回のテーマソングはユーミンのサーフ天国スキー天国、このスポーティーな曲やっちゃいましょう。まあ今はねスキーシーズンですけどね、まあ夏になったらサーフシーズン、ああこれウクレレでなんかすごくこうスポーティーにこれ持ち運びもいいですから、スキーにもサーフィンにもウクレレ持って歌いましょうという感じでやってみましょう。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にしているシンプル簡単バージョンゆっくりやります。後半はですねかっこいいバージョンやります。あのねウキウキリズムにシンコペーションリズムがスコーンとこう前に入ってくるね、あの躍動感あるスポーティーなリズムでかっこいいバージョンやってみようと思います。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽聴くの最高だけど音楽やる方がもっと最高。今すぐ音楽始めましょう。でも私音楽やったことないんで無理ですとか、私楽器に触ったこともないんですとか、音楽のやったことないという方、そんな皆さんにもあっという間にできるプログラムがあるんですよ。ガズレレです。今ご覧くださってるガズレレではそんな方がすぐできるプログラムもあります。もうちょっとしたらここにリンクあります。そのリンク先に行って上から YouTube 動画を見ながらウクレレ触ってるだけです。これ無料ですからね、 YouTube ですんで、ぜひこれを機に音楽始めましょう。ここですよ。いってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのちっちゃいウクレレでめちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン動画、すでに1400曲、もう1500曲ぐらいになると思います。もうすでにアップロードされてますからね、皆さんどんどん音楽を聴くからやるに変えていこう。それでは早速やってみましょう。ユーミンのサーフ天国、スキー天国、ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみましょう。1、2、3、4。プロの選手もコーチも出る幕がないよ。自然は雪や太陽を連れてレビューを見せに来る。光るしぶきに抱かれて
快な気分になろう。サープ天国へ連れて行こうか、これから月天国へ。せいよサーフ天国、スキー天国、ガズレリリーシンプル簡単バージョンやってました。一応何気にこれフルコーラスやっておりますね。これショートカットしようと思ったんですけど、1番だけだとスキーだし、2番だけだとサーフィンなんで、やっぱり両方やらないとなということで、一応、全部やってますということです。だってちょっと長めですけど、これゆったりね、まずはこれ演奏してみましょう。いいですよね、これなんかちょっと、なんていうの、元気になっちゃう。スポーティーな、なんかこう、健康的な感じがしますけれども。はい、大いにやっていきましょう。そして今ね、YouTube、ガズレリ YouTube に合わせて一緒にできたよという方は、次のステップがあります。次はね、ご自身だけで歌ってみる。私の YouTube と一緒じゃなくてね、自分一人だけで歌ってみる。これをお勧めしたいんですけど、その時さすがにやっぱなんか見たいでしょ、最初のうちはね。いつで覚えちゃうのもいいんですけど、その時に、いつもね、皆さんにそのメモってもらう時の参考になるかなと思って、こうやってガズがノートを写してるんですよ。はい。で、今ですね、このガズクラブというサービスが、ものすごい大人気になっております。このガズクラブって一体何かというと、毎月660円でクラブ活動費を頂戴して、今日のサーフ天国、スキー天国を含む、ガズが今まで取りためてきた膨大な、YouTube、ガズレリYouTube 動画のノート楽譜がですね、皆さん毎月5曲お選びいただいてダウンロードしてすぐに練習できるというそういう画期的なサービスでございます。もうメンバー900人オーバーでもうかなり盛り上がっております。そしてね、このガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもいっぱいコンテンツがあります。まずですね、アプリがあるんですよ、ガズクラブの。ガズクラブのアプリすごいでしょ。その中で楽譜の管理だとかいろんなイベント情報だとか、とにかくアプリでもう一括でいろいろできる。メンバーズカードもそこで発行したりして。はい。それとあとはね、毎月2回行われているガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信。これがめちゃくちゃ盛り上がります。次はね、これです。12月23日クリスマスパーティー夜やりますよ。はい。こんな感じで世界中からバーッと同じ時間同じ場所のオンラインで集まって大セッション。こんなのやったり、非公開の SNS があって、そこで毎朝7時にガズがラジオ配信してます。ラジオ配信、毎朝7時ですよ。で、皆さんの演奏動画をアップロードできる場所を3カ所くらいあったり、どんな質問にもそこではガズが答えてますんで、この面白いクラブ活動、ぜひチェックしておいてください。そしてですね、あともう一個これがあります。ドン！ガズレレ大学。こっちはですね、もうちょっとこう深掘りしていろんなリズムとかコツとか、もううまくいかない人がここでなんかこういろいろ発見があるという、まあ大学ですからちょっとお勉強ということで、これがですね、YouTube のメンバーシッププログラムというのでやっております。はい。で、これはですね、ガズクラブはみんなで楽しんでこうワイワイやろう。で、ガズレレ大学はちょっと深めてお勉強のところですからね。こういう風に分かれております。この2つ、ガズレレ大学とガズクラブ、概要欄にねリンク貼ってありますんで、ぜひぜひ細かくチェックしておいてください。それでは楽譜を見てまいりましょう。はい、こんな感じです。見てください。今日は2枚にわたってますけど、これちょうどいいことにこっち側がスキーなんですよ。こっち側がサーフなんですよ。なんでこれだよ。コード進行全く一緒です。全く一緒。なので歌詞が変わってるだけですからね。はい、パッと映しますんで、この今の映像を一時停止してメモっていただくか、あとは動画内のテロップを一時停止していただくか、ガズクラブに入会していただいて、楽譜ダウンロードゲットもいいと思います。はい。じゃあパッと映しますけど、この見て、矢印マーク、これシンコペーションマークいっぱい入ってきます。これ後で解説しますからね。はい。こんな風になっていきます。で、このくるっと囲っているやつは、こういう風になっているやつは、下の段のやつが後半やるかっこいいバージョンで使う、ちょっとかっこいいコードになってますんで、はい。あと、もうめちゃシンプルですよ。シンコペーションとこの G7 サスポットコードを除けばさーっと映していきます。はい。もうめちゃシンプル。なんだけど、後半のかっこいいバージョンここ見て、ちょっと弾き方リズムが変わってきますからね。後で解説していきます。はい。キメが入ったりしますね、こういうところ。はい。こんな感じです。はい。これが1番というか、さ、スキーバージョン。で、こっち、コード進行、全く一緒、キメも全く一緒で、今度はサーフバージョンになるということで、さーっと映してまいります。はい。で、最後の最後、繰り返すんですね、ここ。サーフ天国、スキー天国。これがちょっと違う。これがガズレレ流、サーフ天国、スキー天国の楽譜でございます。出てくるコードを、見ていきましょう。このね、赤く囲っているところは後半やるかっこいいバージョンですので、今ひとまずちょっと隠します。今これ映ってるのが、今のシンプル簡単バージョン。これ入門コードですよ。C と Am と F、Dm、D7、G7、
E7、Em7。これはもうね、典型的なガズレレ入門コードのグループなんです。これです。はい、これ。ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、ウクレレでね、音楽を始めようと思った方に一番最初に覚えてもらいたいウクレレ入門コードのグループのことをガズレレ必須コードと、呼んでいるんですけど、10個あるんですよ。10個もあるのかと思うかもしれませんけど、入門コードだから1個ずつ見たら超簡単。だけど10個いっぺんにね、覚えちゃうともうこれごちゃごちゃになるんですよ、頭がね。なので私がめちゃくちゃ頭にスイスイ覚えられちゃうわかりやすい動画、ここにリンク貼っておきます。ここね、必見ですから、すぐ覚えられます。はい。今日はその中でやっていきます。で、今のそれをゆっくり振り引いたシンプル簡単バージョンだったということなんですけど、じゃあここからかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですけど、いつもこのタイミングでガズが言うのは、まずはこの4つ弾きで歌をしっかり歌えるようになりましょうということでございます。結構やっぱりね、リズムに乗って言葉を入れるっていうのは思ったよりね、集中してやるとね、結構ながら歌になっちゃってるんで、4つ弾きでしっかりリズムを掴んでからかっこいいバージョン、かっこいいバージョンは8ビートでもね、軽やかなリズムでやりたいんで、そのリズムとこの言葉がこうカッと合わさるところがかっこいいんでね、まず歌をマスターしていきましょうということで、じゃあここからかっこいいバージョンの解説入っていきます。コードが2つ追加されます。そんな難しいコードじゃないです。まずははい、 G7 サスポーというコード、 G7 サスポーというのはまずは G7 を押さえてもらって小指見てください。これ1弦の3フレット足したら G7 サスポーで、離したら G7 です。 G7 サスポーから G7、 こんな感じで使っていきます。あともう1個も簡単、はい、これドン C メジャー7、大文字の M はメジャーというふうにしてますね。それはね、これだけよ、これだけ簡単でしょ。1弦の2フレットだけ、これ響きがいいんで、これはね、途中の B メロみたいなところで出てくるんでね、これ気持ちがいいと思います。この2つのコードを追加して、リズムに入っていきましょう。じゃあリズムの紹介、この曲のリズムはもうね、シンプルにこれです。ドン8ビートのチャ、これは軽やかに元気いっぱいにね、それこそサーフィンとかスキーに行くっていう時ってどんな気分ですか、うわ楽しみみたいな感じ、そんなね、心持ちが出るリズムがいいと思います。こんな感じ、ドン、ちょっと元気がいい感じがいい、チャシャキ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 、この弾き方は8ビートのチャと言います。このリズムの弾き方、ここ行ってください。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から8ビートのチャという完全解説動画が上がってますので、そちらでこの軽やかなビート、体で持っていくね、ルンルン気分でこうやる、この8ビートのチャがいいと思います。力強く。8ビートのチャでやっていきましょう。そして今回このマークがいっぱい出てきます。この矢印マークはリズムが前にスコーンと入ってくるよというシンコペーションというリズムなんですけど、いきなりイントロでいっぱい出てくるんですよ。A メロにも出てきますけどね。ちょっとイントロでやってみようと思います。いきますよ。ワン、ツー、スリー、ゴー。テン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 、ツテン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 、わかった？ダンダンダンダドーン、ダンダンダンって感じでこう前に矢印のところでズゴッと突っ込んでいく、これがシンコペーションです。なので8ビートでやると、最初やるとダンダダダダッアップで Am に変わるわけだね。はい、次は Dm ダウンからで、今度 G7 はアップ、矢印のところはアップでいく、これがシンコペーション、8ビートでのシンコペーションということになると思います。これはね、 A メロの中にも出てくるんで見逃さないように、これかっこいいんですよ。結構こうまたふんわりした感じになるんですけど、これ要注意は、あのね、シンコペーションした時にリズムが速くなっちゃうっていうことがよく起こるんで、でん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 、しっかり間を感じてシンコペーションかっこよく入れていきましょう。で、途中ね、動画内に伸ばすとか止まるとかそういうの書いてあるので、そこは参考にしていただいて、まずは決めの解説に行こうと思うんですけど、プロの選手もコーチもというところからやっていこうと思います。ワン、ツー、スリー、フォー。プロの選手もコーチも、出る幕がないよ。自然。わかった。出る幕がないよで一回止まって、自然。言葉の通りですね。よ。自然で、し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 、今これ、パッと短く止めてるじゃないですか。できればこれカッティングという、カッティングっていうのは左手見てて、左手で音を止めるんですよね。これができると軽やかにいきます。自然、はい。ちょっと難しい方は右手でも、今度はちょっと忙しいけどね。このカッティングというやり方も、さっきのリズムいろいろというところのリンク先に行ってもらうと、一番下の方にカッティングのしっかり解説があるので、ぜひやってみてください。これ面白いですよ。こういうのができるとね。キレがいいんですよ。もう一回。出る幕がないよ。自然。こんな感じで入ってきます。はい。そして、その次のバスなんですけど、自然は雪や第4のところ。この前半部分でリズムがね、ちょっとドーンと落ちる感じになります。これはですね、あれです。ドーン。いかにも80年代、90年代に多かったあのリズムパターンをいきます。そうするとね、これ C でやると、ドン、ドン、チャ、ドン、ドン、チャ、ドン、ドン、
こんな感じですね。このリズムが結構出てくるんですよ。ちょっとね、流れで出る幕がないよからやると、せーの、出る幕がないよ。自然は雪や太陽を連れて、ここから普通の8ビートになっちゃう。今のかっこいいでしょ。ダン、ダッダン、ホー、ダン、ダッダン、ホー、こんな感じです。このリズムが、次の言う場合でも出てくるんですよね。これでちょっと、流れやってみる。寝る幕がないよ。自然は雪や太陽を。ここは8ビーション連れて。デビューを見せに。これで C メジャー7で。で、また次の言う場合。言う場合。言おう。トントトン、チャットントトン、チャ。これ結構。ここがキーポイントになりますね。これ8ビートのチャなんだけど、ちょっとこうチャが半分なんだけど、ドン、ドドン、チャ、ドツツドドン、チャっていうリズムですね。C でやると、チャ、ドン、ドドン、チャ、うは空振りですよ。ダン、ダン、ダン、チャ、ドン、ドドン、チャ。この時に空振りしといてください。伸ばした時に、ドン、ドドンってやっちゃうと、リズムがね、途切れちゃうんで、ドン、ドドン、チャ、ドン、これメトロノームみたいにこの空振りがキーポイントです。このリズム。かっこよく決めちゃいましょう。そして今のパートの一番最後は、しばらく地球は止まってる、ツタタタタタタ、ドーン、 G、D マイナーで、ツタタタタタタ、シンコペーションで G で伸ばして、スイングしてる粉雪。ここら辺がね、ちょっと波状攻撃みたいになるんですけどね。ここがキーポイントかな。そしてその後サビに行って最後、もう一回決めというか、連れて行こうか、これから、ここ、タッタースキー天国へ、このタッっていう決めですね。もう一回、連れて行こうかこれから月天国へって感じ。たったこの感じ、テロップにこう、表記があるんで、見てみてください。そして2番は1番と同じように繰り返すだけです。弾き方はね、歌詞は変わりますけどね。はい、そういうことで、このサーフ天国、スキー天国、ガズレレアレンジしてみました。結構これ面白いというか、リズムが速くならないようにね、こうゆったりリズムを感じながらやるのがポイントなんですけど、何回も言いますけど、シンコペーションが続くとリズム結構速くなりがちなんで、どっしり気分で、はい。だけどこれスキーとかね、サーフィン行くときやっぱりルンルン気分なんで、楽しいムードはちょっと俺欠かせないよなという感じですね。はい、体のごと使ってスポーティーなリズムを心がけていきましょう。それでは行ってみましょう。ユーミンのサーフ天国、スキー天国、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。 止まってる、光るしぶきに抱かれて
色ジャジャン。サーフ天国、四季天国、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。軽やかで元気いっぱいのリズムの中でシンコペーションと。あと歌詞もね、なんかやっぱこう、これからね、なんかスポーツしに行く、遊びに行くみたいな、なんかそんなね、ウキウキ感がこう出せるとね、いいんじゃないかなと思います。思いっきり元気に歌っていきましょう。さあ皆さん、この音楽をやる楽しさ、周りの方にもぜひお伝えください。その時にね、このガズレレ YouTube チャンネルもぜひご活用いただければと思います。チャンネルにいいねとかチャンネル登録ぜひともよろしくお願いします。そして皆さん、最新情報、これ、今いつも使ってるガズのわがままウクレレと、こっち、ガズの初めてウクレレ、こっちは初心者さんとか誰かにプレゼントするときに最適の、これ両方とも今ですね、こっちは予約、わがままウクレレ予約注文、このガズの初めてウクレレ今ゲットできますから、そういうわけでこの2つのウクレレの情報とか、この度新しく発売になったチューナーのお知らせとか、その辺のこと全部ここに集約してますんで、ぜひともここ覗いてみてください。先ほどもお伝えしたんですけど、ガズクラブとガズレレ大学、この2つ結構盛り上がっております。ガズクラブはもうみんなでワイワイやって楽譜をダウンロードできて、こう一個の街みたいなイメージ。ガズレレ大学はほんとちょっといろんなリズムとか基礎トレーニングとか、ほんとにお勉強です。この二つのことも概要欄に貼ってますんでお願いします。あとね、ガズレレでね、アプリがあったりするんです。ガズレシピです。ガズレシピで楽譜を見られる。これもね、すごく面白いことになってます。もう他にもいろいろあるんですよ。ここにね、いつもつけてるこの水引きだとか、このストラップ。キャップだとか T シャツとか山ほどね、いろんなグッズがあるんでね、ホームページぜひ見ていただきたいんですよ。あとそれとね、これです。はい。どーん、リットミュージック社から出てるこのね、信号機みたいな赤、青、黄色みたいなこのね、このね、楽譜本がものすごい大ヒットで、もうそろそろ10万部いくぞということで、これなんでね、まあいいかというと、これめちゃくちゃ簡単でわかりやすいですね。しかも100曲入り、50曲入りというね、はい、すごい山盛りでございます。こういうのもご活用していただいて、皆さんのね、楽しい豊かなミュージックライブ、もうさらにね、輝かしていきましょう。さあ、これからもガズレレ YouTube チャンネル、ぜひともよろしくお願いいたします。今日は見てくださってありがとうございます。さよなら。